始まりました。夢を語っていいですか。今夜も番組のナビゲーターを務めさせていただきます、体と心を温めるあったかいプロジェクトの村岡俊恵と申します。さて、毎回素敵なゲストの方をお招きして夢を語っていただくこの番組、今日のゲストはですね、春なのにサンタクロースといった感じでしょうか、とっても素敵なゲストの方です。ご紹介させていただきます。NPO 法人絆プロジェクト30理事でいらっしゃいます、長野秀樹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。そしてお隣がソーシャルツアー東京窓口、諸岡智弘さんです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。今日はですね、ちょっといつもと違った雰囲気で、あの CNN ニュース風な感じで進めてまいりたいと思いますが、今日も本当に長野さんから素晴らしいお話をたくさん聞かせていただきたいなと思っております。この番組ユーストリームということで、今日も皆様からのツイッターでのご参加をお待ちしております。どんなことでも結構です。聞きたいことですとか、疑問に思うこと、質問、何でも長野さんに聞きたいことあったら、ツイートしていただければ番組の中でご紹介させていただきます。で、たくさんお声をいただけますと、私たちも楽しく番組を進めていくことができますので、どうぞ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、さてですね、早速長野さんにお話を伺ってまいりたいと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、はい。では長野秀樹さん、はい、はい。NPO 法人絆プロジェクト30の、理事をされていらっしゃるということなんですけれども、はい、普段のお仕事といいますか、普段のこうやってらっしゃること、はい、本業は、店舗のプロデュースをやってます。はい。はい、レストランとか、はい、そういう空間のデザインというか、はい。を、やってらっしゃる。はい。なるほど。そして、そういったお仕事をされながら、はい、NPO 法人の理事もされてらっしゃるという、はい、まさにフル回転という感じなわけですね。はい。はい。なんか、迫力はありますね。なんかそう、笑うと、すごく笑顔が、とってもこう、親近感が湧く素敵な笑顔なんですけど、じーっとしてると、ちょっと声をかけにくいみたいな。よく笑えって言われます、周りから。あ、そうですか。はい。今日でも打ち合わせの時から、本当にいつもニコニコされてて、優しそうな笑顔で、あ、なんか、優しい方なんだなと思って、で、今、ふって隣を見たら、厳しい顔されてて、あ、はって思って、なんか、あ、迫のある、さすが、空間プロデューサーをされているのがあるなと、思った次第なんですけれども。はい。はい、ではですね、今日も、モロさんのオブザーバーをいただきながらお話を進めてまいりたいと思います。はい。そもそもですね、絆プロジェクト2030ということなんですけれども、はい、こちらの活動は震災をきっかけに、はい、震災以降、はい、3.11 の2週間後の3月25日に、はい、立ち上げて活動を始めました。はい。はい、なるほど。その活動を始めたこうきっかけといいますか、はい、3月25日って本当に震災から約2週間後です、はい。活動始めたって言っても、ツイッターでやりますって言っただけなんですけどね。あ、宣言をしたっていう感じなんですね。はいはい、そうなんですか。あれ、ソーシャルツアーも震災直後、はい、っていうか、次の日から、そうですね。立ち上がった感じでしたよね。はいはい、で、
その年からもう絆プロジェクトさんとはソーシャルツアーはこうずっとこう進行というかつながりがあった。4月ぐらいですよね、4月の中旬か下旬ぐらいですかね。4月中旬ですかね、はい、これに行く前からか、はい、まあ、その時いろんな人たちがやっぱり東北のために何かをしようと行動をまあ移した時 で、はい、でやっぱりネット上とかやっぱりツイッターとかやっぱりすごくやっぱりこうです、ね、ツイッター上にいっぱいいろんな活動が出たりとか、はい、いろんな声が出たりとかしてた時に、はい、長野さんの活動を知って、はい、で一度お話、まあ、何ができるかわからない、うん、でも共になんか東北のために何かをしようという人たちと情報交換っていう形で、はいはい、新庄と二人でお伺いしたのが最初の出会いで、うん、その時にお互いどういうことを考えて何を見て、はい、で活動してるのかというような話を最初にさせていただいたのがきっかけですね、うんうん、だからそれ以降、まあ、どこかで何か接点がある、はいはい、可能性もあったけど、今のところはまだそれぞれの中でお互いや、はい、されてることをこう見ながらっていう、はい、そういう状況ですね、うん、3年間それぞれこう歩んできた、うん、東北のためにそれぞれの道を歩んできたっていう感じ、うん、それにしてもですね、長野さんと新庄プロデューサーが並んでるところってすごい絵ですよね、なんか迫力がありそうだなーっていうふうにね、まあ、ちょっと今思っちゃってすいません、関係ないお話だったんですけれども、はい、絆プロジェクト2033は普段どのような活動をされてるんですか？子どもたちに特化して活動をしてまして、はい、幼稚園、小学校、中学校、高校、はい、学校を主に訪問して、はい、まあ、支援というか、はい、交流活動をしています、はいはい、これが今、写真に、はい、とか、はい、これは学校の授業になりまして、はい、心のエクササイズっていうのを、これは体育館で、はい、小学校の体育館で、はい、学年ごとに子どもたちと一緒にエクササイズを45分間やってる写真ですね、はい、心のエクササイズといって、はい、その子どもがストレスをた時にそれを軽減させるアメリカでのお医者さんたちが作ったエクササイズなんですけど、はい、それがまたアメリカと日本ってまた文化がちょっと違うんで、ええ、日本仕様にバージョンアップして、はい、なるほど、こういった感じでこう一緒に体を動かしながら、はい、なるほど、笑ったり怒ったり大声出したり、ええ、走り回ったり。この方は長野さん。これは私です、ね。そうですか。あ、こう感情を表現するエクササイズ。そう。そのリーダー職のボランティアの真似を真ん中、輪っかになって、はい、真ん中でみんな子供たちに真似をさせるんです。はい。はい、笑ったり泣いたり、大声出したり、はいはい、飛び跳ねたり。じゃあちょっと演劇のワークショップに近いですね。うん、そうですね。はい。なるほど。で、これ、あ、これも、そうですね。うん、だ子供たちは、うん、まあ、そうそう学校で大騒ぎしたり、はい、泣いたり、わめいたり、怒ったりすることがないんで、はい、もう本当に危機として、喜んでっていうか、はい、もう、大にぎわいというか、大騒ぎになっちゃうんですよね。ずっとこう、我慢してた、うん、抑圧されてたのが、うん、もう自由に発散して、ね、発散する仕方も忘れちゃうっていうか、閉じ込めちゃってた、うん、そう感情をね、出すことを我慢してしまうんで、それでその、はい、この間、はい、会話は一切ないんですよ、はい、そのエクササイズやっててボランティアとの会話が一切ないのに、はい、こういうふうにこうボランティアにこう抱きついてくる子どもたちがいるんですよね、はい、しがみついてくるっていうか、はい、会話は全然ないのに、はい、15分とか20分ぐらい、その合間合間があるんで、はい、こう抱きついてくるっていうか。もう本当に心が解放されて、本当に素直に。そう、うん。ボランティアさんって何名ぐらいいらっしゃるんですか？ボランティアは今現在登録してもらうんだけど、はい、それが200ちょっとぐらい。すごいですね。ただ実際に、現地に赴くのは大体10名前後で行くんですけど、はい、それはまあ行ける人っていう形になるんで、その時その時行かれる人が行くっていう感じで、実際に現地に行くメンバーもそうだし、はい、活動報告会とかそういうボランティア研修とかやってるんですけど、はい、それを毎回来るっていうのも無理だし、はい、3ヶ月に1回しか来ないとか、
でも1年間全然タッチしてなくて、1年ぶりに来たりとか、はいはい、それはもう仕方ないというか。そうですね。はい、無理なく、うん、そう、無理なくです。無理なくが一番続けられるっていうか。そうですよね。で、うん、これは終わった後、うん、はい、子供たちから感想をね、はい、聞くんです。どうだった、はい、って。ちなみにこちらは どちらの小学校？小学校、石巻の小学校。あ、そうですか。はい、うん、そして、あ、みんなで集合し、みんな楽しそう。終わった後、必ず団体写真撮るんだけど、うん、もうみんな本当にこの、なんていうかな、愛らしい笑顔っていうか。そうですね。うんと子供らしい笑顔、うん。最初スタートするときは、まあ授業だっていう形になるんで、はい、子供たちも初めての場合緊張してるから。そうですよね。最初の写真と、はい、全然違うんですよね、最後の写真が。ああ、そうです。ビフォーアフターみたいな。うん、だ僕はこの写真撮るのが大好きで、はい、その緊張感から始まって、はいはい、45分終わって最後帰るときにこれ撮るんだけど、はいはい、別に笑ってとか、そういうこと言うこともなく、うん、もうみんな最高の笑顔で、最初はやっぱね、緊張して、授業だから気をつけ、でかで始まるんで、はいはい、先生がそういう形で始めるんで、うんうん、ね、子供本来の自然なね笑顔になって嬉しいですよね。うんうん、あ、これがこれは、はい、あの昼間、はい、あの給食にクラスにボランティア一人、はい、あの参加をあの了解もらって、はい、子供たちと一緒に、はい、クラスでボランティアが一緒に昼食を。取るという。美味しそう。なるほど。おクラスって何クラスぐらい？まあ、もちろん学校によって、学年によってもね、2クラスとか3クラスとか1クラスしかないとか、それぞれあるんですけど、はい、だいたい1クラス25人から30人ぐらいあるんですかね。はい、いいですね、うん。ちっちゃい作ると一緒で一緒に給食が食べれるっていうのはなかなか、ね、ない貴重な体験で。はい、こちらはやっぱり同じく感想を、はい、終わった後感想を聞いてる、はい、ところ終わった後みんな座ってって言ったら、やっぱみんなボランティアのところの近くにもう、あの座るっていうか、しがみつくような感じで、お兄さんお姉さんのところに、うん、ね、最初からそうなわけじゃなかったですもんね、うんうん、だから子供はやっぱり敏感にそういうふうに、はい、愛情ある人間、大人をピシッと判別するのかなって思ってるんですけどね。はい、これはなんか。これは去年クリスマスの時にプレゼントを持ってったんですけども。はい、クリスマスプレゼント。ね、美味しそう。あ、またプレゼント持ってるので。ちなみに3年間の間で何校ぐらい回られてるんですか？そうですね、3年間で10校ちょっとぐらいですかね、小学校、中学校、高校で。もちろん1回きりじゃないですか、ね、そこ1回きりじゃなくて、1学期、2学期で行ったところもありますし、1年ぶりにとか、そういうところもありますし。それはもう宮城だけではなく、ね、岩手とか福島とか、はい、はい、今そうですね、岩手、福島、宮城なんですけど、はい、今はその学校の授業になったのが、石巻の教育委員会で推薦 してくれて授業になったんで、はい、今はその宮城県の沿岸沿いというか、はい、石巻から松島、気仙沼っていう、はい、その比較的被害が大きかったところの、はい、学校っていう風になってるんですけども、うん、あとは仮設住宅で集会場で、それはもう大人のお母さん、うん、お父さん集まってもらって子供たちと一緒にエクササイズをやるんですけども、はい、子供ももちろんそうだけど大人もいいですよね。大人もいいんです、はい、エクササイズ練習でうちのボランティアがみんな気持ちよかったって言って帰るんで、ね、そうですよね、はい、すごくいいと思いますね。
東京であのイベントをずっとやられてて、はい、そこに参加された、はい、した時も、はい、あのちょっと軽くワークをやったりとかするされるんですよ、はい、参加したこともありますけど、はい、あそうですか、それ経験しました。あそうかそうか、ちょっとあの、はい、そうそう、チャリティーの時にやったりとか、大好評でボランティア、大人のボランティアが大好評、まあみんなストレス負ってますからね、うん、そうですよね。これいいですね、大人も子供も一緒にできるっていうのがまたいいですよね、うん、まあ、これどんどん普及して学校の先生も一緒に参加して気持ちよかったって、うん、気持ちよかったって先生が言うんで、先生もストレスが先生もストレスがもちろんね当然あるわけで、はい、なるほど、そうですか、ね、まあ、そういったね活動をもう3年間ずっとやってらっしゃる、うん、まあ、絆プロジェクトさんなんですけれども、うん、そもそも、まあ、ツイッターでよしやろうということで始めて、ね、はい、で今 NPO 法人に、はい、NPO 法人は去年、はい、一昨年の7月に、はい、2012年7月に NPO 法人になったんです、はい、なるほど、はい、まあ、じゃあ、もう2年目になられるわけですけど、 NPO 法人になってからそうですね、2年目ですね、はい、まあ、いろいろその団体になってくると今度はまた運営とか維持とかっていうのも、ね、うん、またいろんな意味で現実的に大変なことってありますよね。もちろん、まあ、この3年間とにかく、うん、あんまり後先考えずに進んできて、はい、まあ、今3年過ぎて組織っていうのをきちんと法人なんで、はい、うん、それ の, きちんとした組織作りを今年の2月から、はい、作り始めて、その人材についてもまあ、3年経って絆のボランティアで希望する方々の思いがすごい強い人たちが集まってきてくれるんで、はい、今年1年土台作りっていうかその組織はきちんと作れそうな感じです。うん、はい、なるほど、いや、まさに本当にここからっていう、うん、ね、さらにっていう感じそうですね、はい、ですかね、はい、そもそもですよ、はい、その絆プロジェクト2030、あ、はい、なんで2030、はいはい、すごくまあ聞かれるんですけど、まあ、単純に2030年までやりますっていうことなんですけど、2011年の時にお腹にいた赤ちゃんが2030年に高校を卒業する、18歳で高校を卒業する年になるんで、まあ、2030年までやろうと。でそれも当初2011年のその4月5月6月ってボランティアの方々が非常にたくさん来られて、はい、で、まあ、ご自身の今現在の現状の話を聞いてて、返した方がすごく多かったんですよね。あ、返したっていうのはまずご自身の環境を整えてから来てほしかったんですよね。結構ご自身の状況が大変なのに、うん、人のことを、まあ、東日本の子供たちのことを心配してくる人たちから、はい、本当はすごい、うん、人なんですけども、うん、で、その時に、いや、10年後ぐらい、10年経ってまだうちは絶対やってるから、はい、ホームページとかで探して、また10年後連絡ちょうだいって言って返してて、うん、もうだったらもう2030年までやるって、公に告知して、うちは、はい。で、2030って後付けで、最初は絆プロ、最初は、一人じゃない絆プロジェクトだったんですよね。はい、それを絆プロジェクト2030っていうことで名前を変えて、うんうん、変えたんです、はい、なるほど、うん、そういう意味なわけですね、はい、2030、なるほど、じゃあ2030年に向けて一歩一歩今も活動を続けていらっしゃる、うん、そうですね、はい、でもなかなかあれですよ、こう宣言するのと一緒ですから、なかなかやっぱり難しいですよね。そうですよね。言ったからには。始めるのは、やっぱりすごく簡単で、はい、それを1年、2年、3年続けてるだけでも、やっぱりそうなんですけど、うん、やっぱり宣言することによって、そこに全部、やっぱり背負っていかないといけないっていうことがね、やっぱりそこの決意が、やっぱりすごいなって、やっぱり思います、ね。それほら、諸岡さんみたいに真面目な方は、そういう感じ。僕なんかもう軽くもうすぐ言っちゃうんで、そんなに思う。だから、うん、諸岡さんもそうだし、周りの NPO の代表たちからも、えって笑われたし、2030年までやるっていうこと自体、名付けて、公にしたんだ、みたいな。
すごいねって言われたけど笑われましたよね。まあ、後から考えてみれば、それはそこには責任もあり、うん、大変なことだっていうのは、まあ、後からは分かりましたけど、はい、その時にはもうすぐにもう口に出してパッて言っちゃうんで、うん、重い先行ですから、ね、そうそうそう、うん、深く考えてたらなかなか、ね、できない、ね、そうですよね、うんうん、言って、うん、で有言実行するっていう、ね、かっこいいですよね。じゃあ僕なんかもう言いっぱなしで進めてて、だけどそれで共鳴してきてくれる人たちが優秀だから今ね、うん、あると思ってるんですよ。その誰も来てくれなかったらただ言うだけおじさんになっちゃって、絆も、まあ、あったかどうかっていうか、うん、もちろん僕一人じゃ何もできないわけで、うん、みんなそういう思いのある人たちが集まってくれたんでね、うん、団体としても信用されて、うん、それをもうすごい感謝してます、うん、はい、なるほど。本当にだから東北とこちら側の絆でもあり、うん、また仲間同士の絆でもあり、うんうん、もう本当にこう一人一人とのつながりが大きな輪にこうなっていく、うん、ね、ますますこれから2030年、ね、2030年が来た時が楽しみですよね。そうです ね今のご縁ご縁で絆って、はい、僕も本当にそう思ってるんですけど、はい、縁と縁と縁が集まって、はい、この丸い縁の縁から絆がつながるっていう、そういうふうにこう思ってるんですよね。もうそれまで 3.11 まではもう本当に自分のプライベートの中の人たちと仕事でもその周辺のプライベートでのご縁ですけど、今回その 3.11 であったから出会えた、なければ一生ね、諸岡さんともそうだけど一生出会えてないっていうか、そうですよね。それがものすごくこう不思議で、うん、で、まあ、一時期ちょっと納得できないっていうか、そんな思いの嵐がなぜ来たんだろうって集まったんだろうって思った時に、千年に一回で、千年前に大勢亡くなってるじゃないですか。で、今回も大勢亡くなってる。はい、千年前に、今回集まった我々が死んでて、うん、で、今回亡くなった人たちが我々の家族を助けてくれたりした。うん、で、千年後、それが逆転して、千年前に今回亡くなった人たちに助けられたんで、みんなが集まって、何の東日本、東北に縁のない人たちが大半な、まあ、親戚がいるとか、出身ですっていう方もいますけども、99% も何のゆかりも縁もなくって、東日本の子供たちの支援活動やってるんで、一緒にやりたいですっていう人たちだったんで、うん、なぜこんな人たちがここに集まったのかなって思った時に、うん、千年に一回の出会いですねって重く言ってるんだけど、うん、言われた方が嫌かもしれないんだけど、うん、はい、うん、でもなんかそうですね、本当そうですよね、うん、そう、本当にこう身内の方がいるから応援するっていう方ももちろんいらっしゃいますし、うん、でも本当に今回の震災をきっかけに東北と初めて縁がつながりましたという方もたくさんいらっしゃって、うんうんうん、そこに本当になんか特に理由とか、うん、なんかこう大義名分とかなくても、うん、本当に気持ちでつながってる、うんうん、でそして続けているって方が本当に多いですよね、うん、長野さん今のあれです、実際に東北の方から応援のメッセージが届いて、読めます、はい、はい、ツイッターでですね、はい、はい、思いつき発想有言実行はソーシャルツアー代表新庄さんと同じですね、やっぱりこう同じ系のタイプのサンタクロース系といいますかね、はい、いろいろ勉強になりますとかね、いろいろメッセージを、あー、ね、あ、ぜひ石巻マン、あ、これ何ですか、石浦幼稚園へのって、これもう行くことになってるんです、はい、あ、そうなんですか、はい、あら、みゆき千葉さん、はい、行くことになってるそうです。楽しみにお待ちください。はい、あ、よかったですね。え、うん、あら、長野さん、もろさん、こんばんは。あけみ。あけみ。ご存知ですか、はい、はい。ね、皆さんね、番組を応援してくださってますので、はい、ありがとうございます。なるほど。そもそも、あ、違う、私たちがじゃあ例えばですね、はい、じゃあ長野さんの活動を、はい、まあ絆プロジェクトさんの活動を見て、うん、あ、いいなって、うん、じゃあ何かこう応援できることあるかなと思った時に、うん、まあもちろんボランティアとして登録してっていう具体的なこともあるんですけれども、うん、例えばじゃあ実際
動いて自分の体を動かすことはできないんだけれども、うん、じゃあ例えば、うん、募金であったりとか、うんうん、何かそういったこう、グッズとかっていうのはあるんですか？はいはい、もう今お話されたように、はい、もう本当に自分のできるタイミングで、はい、自分のできることでいいんです、はい、うん、こちら側からこれしてくれあれしてくれっていうのも一切なくって、はい、ボランティア行くにしても、まあ、このエクササイズがあるんで練習しなきゃいけないんで、はい、ボランティア研修行く希望の人はボランティア研修受けてもらうんだけど、はい、その例えば行けない、それこそ日本全国、場合によっては海外からの支援もあるんですよね、はい、海外の日本人のお母さんたちの会があって、それで金銭的に募金を集めてもらって、こちらの方に活動のために送金してもらったり、はい、あとはその物についてはもう極力プレゼントはしない方針なんです、はい、子供に欲しいものじゃあこれあげるっていうことはしないんですが、うん、年に1回だけ12月にクリスマスで、はい、その学校とか仮設住宅回るんですよね、はい、去年の末には、600人前後の子供たちにプレゼント配ったんですが、はい、まあ、今年のまた12月になるんで、10月の末日から募集するんですけど、はい、主に11月中に、子供のプレゼント、はい、1人1000円ぐらい、はい。それは何ってことじゃなくって、はい、主に幼稚園、小学校の子供たちにあげるんで、はい、ご自身で決めて、で、まあ、1000円一人分でもいいですし、お金のある方はじゃあ100人分送ってくれてもいいですし、それはまたホームページなんかで募集をするんで、はい、何らかの形で関わっていただけるのなら、はい、ホームページとかフェイスブックを見ていただ、はい、見ていただければ、はい、絆プロジェクト2030、はい、実際に行って、はい、活動に参加するだけがじゃないですからね、はい、自分のやれる範囲でこれをやろうとか、ね、ええ、うん、それはもう何でも OK っていうか、はい、それこそ気持ちだけっていうか、うちのメンバーもその Facebook とか絆もあるんですけど、はい、そこに応援してますって、ただ単純に応援してますって書かれただけで、はい、またそう頑張ろうっていう気持ちになる、言葉だけでも、はい、あ、応援してくれてありがとうございますっていう感じになるんで、はい、はい、分かりました。そうですよね、できるタイミングで、そうできる時にできることを、ね、はい、自分の場所で、うん、なんかでも本当にいつも思うんですけど、何かしたいんだけど実際何をしたらいいか分からないっていう方がたくさんいらっしゃる中でね、うん、まあ、こういった活動をされてる、ね、団体があって、いつでもウェルカムだよって、うんうん、何も強制することもないし、うん、何も拒むこともないし、うん、いつでも来たい時においでって言ってくださる、うん、そういう場所があるってすごくいいなって思います、うんうん、はい、絆プロジェクト2030で検索をしていただくといいですね、はいはい、じゃあ皆さんぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、でですね、長野さんのお話の中で、はい、先ほど一番最初に活動をね、子供に特化したっていうね、うん、ことをまあお話をされてたんですけれども、はい、お子さんのことを未来児っていう言い方をされてますよね、はいはい、未来の児童、はい、すごくその言葉になんか思いがあるのかなっていうふうに思うんですけど、はい、当時ですね、2011年3月、4月中旬ぐらいから、その、維持、孤児、維持はどうした、孤児は大丈夫かって、維持と孤児の単語というか言葉が、まあ、日本語で両親亡くした子供たちにはそういう呼び方もするわけですけど、ちょっと、ね、頭痛くなったんですよね。なぜか。なぜかわかんないんだけど、それまでは、別に孤児、孤児とか意地っていう言葉に関してそう反応はしてなかったんですけど、あの時に孤児、孤児っていう単言葉がもう見ると頭痛くなって、うん、他に呼び方ないかなと思って、うん、それでまあ子供は未来に夢と希望を抱く児童なんで、うん、で絆は意地とか孤児って言わないで未来児って呼ぼうって、うん、子供は単純に勝手に未来児ってつけた
そもそもお子さんにきっかけがあったっていうことですか？やっぱりあの活動、この活動していくきっかけといいますか。そうですね、それもすごくよく聞かれるんですが、結果的に後付けの多分理由になっちゃうっていうか、その311のあと3月17、8日ぐらいの時に CNN のニュースで、瓦礫がガーッと流れてて、場合によっては人間もその中にいるんじゃないかぐらいの瓦礫が流れて、後ろからその学生服着た中学1年生ぐらいのお兄さんだと思うんだけど、それと小学1年の女の子も後ろからこう、映したんですよ。その瞬間、いや、これを見せてんのかと。周りの大人いないのかっていうよりも、そもそもカメラ撮ってるやつが、いて、それをなぜ見せてんだって一瞬思ったんですよね。で、その後、もうとにかく後ろから抱きしめたいこの二人を。まあ、どこの誰だかわかんないから、行ったって会うことがないんだけど、それがこう、後から考えた時に、子供って思ったのはあのシーンを映像で見て、ガーンとこう頭引っ張られたみたいな感じで、それで、じゃあ子供を支援。まあ、じゃあ何やるんだって話だったんですけども、とにかく子供たちに特化してっていうことで始めたんですよね。なるほど。そこから、始まったわけですね。で、ツイッターで声を上げて、その初期の立ち上げの頃、長野さん代表のツイートを見て共感しました。あまりボランティアに参加できてないけど、川口湖や、会津若松での福島の子どもたちとの触れ合い、忘れられません。ね、いただきました。明美さん、新田さん。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉さん、あの、Facebook ページ宣伝してくれます。皆さんね、サク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 に早いんですよ。やってくださることが。どんどんこう先手を打ってですね、あの、マンゴークーラ保育園。はい、漢字が読めなくてありがとうございました。で、皆さん本当にね、ありがとうございます。なるほど。まあ、そういった、本当にこう、思いの、あの、こう、延言となる、まあ、そういったことがあって、こう、活動されてるんですけれども、あの、他にもいろいろやられてることが。一個いいですか？はい。多分あの、二内児っていう呼び方もそうなんですけど、その子供たちと関わる中で、長野さんがやっぱり子供たちにこう、託していきたい思いとか、子供たちにこう、こういうふうになんかこう、育っていってほしいな、みたいな、多分そういうものも、やっぱ込められてるんじゃないかなと思ったんですけど、その辺ってどうですか？その子供たちについては、実は僕はすごい厳しくって。まあ、厳しいっていう意味は、子供は、どんな環境でいても、生命力あるし、未来がある、と思ってるんです。が、しかし、自分の努力で頑張んなきゃいけない。どんな状況に陥っても、そもそも震災前に両親亡くして、施設で育った立派な大人になった人も大勢いるわけで、その、最終的には自分が努力しなければ、じゃあ大金持ちが、いや、うちが養子にしてあげて、大学行かせて留学でもどこでもやらして大丈夫だよって言って、果たしてそれが幸せな人生を送れるかっていうこともあるじゃないですか。だから、その環境、逆にそういう、環境になった時により頑張ることが非常に重要で、ただし、今回の 3.11 は、その頑張る環境を崩してしまったから、それは、その頑張ろうと思う環境を、被災しなかった大人たちが元に戻してあげる。良くしてあげるんじゃなくて、震災前の環境に、落ち着いて自分の未来を考えて、未来には希望があるんだって思える環境を作るのは、それはお金とか、そういうのももちろんあるんだけど、ただお金だけじゃなくて、そういう気持ちっていう部分で、今この3年間見てて、もう本当にこう、ボランティアの、
人間力っていうか、うん、それがこう僕はたまにこうはためちょっと遠だかりであの見たりするんだけど、うん、子供たちがすごく信頼するんですよね、うんはい、それはもう全く赤の他人の、うん、あのね人たちなわけだけど、だから大人をその子供があのいや全然赤の他人のおじさんおばさんお兄さんお姉さんなのにすごく自分たちのことを思ってくれて来てくれたんだっていう気持ちが伝わってるのもわかるんですよね、うん、嬉しい、うん、最初はちょっと疑心暗鬼でなんだみたいな感じって言うんですよ、うん、ちょっとこう小学校の高学年になるとなんか変な感じで思ったんですみたいな、うん、でも終わったらすごく気持ちが良くてって、うん、それも正直に、うん、大人みたいにあの建前で言うんじゃなくて最初はなんか変な感じで嫌だったんですが、うん、みたいな感じで、うん、ちゃんと話してくれるんで、うん、だそういう、まあ、大人に対するあの大人が子供に対する愛情を感じてほしいっていうか、うんうん、あの我々大人も何か困った時に誰にも言えないと、うん、それを例えば全く関係のない知り合いの人がもう大丈夫って言われたら大丈夫じゃないんだけど大丈夫ですって言った後にはこの人なんか自分のこと見てくれてたんだっていう安心感があるんじゃないですか、うんうんうん、だからそれと我々大人と同じだなっていうのがすごくあって大人に対してのなんていうのこう信頼、うん、それとさっき言ったまず自分の努力、自分がとにかく努力しなければどっちにしても先は未来はないわけで、うん、そういった部分でこう生きる力っていうのを伝えていきたいと思っても、うんうん、この二つが、うん、実際上それが伝わって、まあ中学から高校生クラスになると今度は、うん、それまで自分がストレスを負ってたんだけど、いやいや、旧友のもっとストレスを負ってる子に対して思いを持ったり、うん、いや、同じその中にある中学生たちのことを、うん、お兄さんお姉さんなんだから、ちょっと見てあげようよっていう輪がね、うん、広がるっていうか、うんまあ、それをこう見てただけでも本当に、絆の数をやってよかったなっていうか、うんうん、ちょっとこう背中を押しただけで何にもやってないんだけどちょっともう軽くこういってて、うん、背中を押しただけでうわってこう、うん、いい形で動いてくれるのもまた子供っていうか、はいうんうん、子供たちと関わる中でそういったこともこう感じてほしいし、うんそううん、あの関わり方とかそういった、うん、その自分の表現もそうですし、うん、あの自分が頑張るっていうことも、うん、なんか一緒にこう伝えていけるような、うん、そういう活動っていう、うん、そんな感じですよね、うん、ね子供たちやっぱすごい大事だと思うんですよね、うん、私も PTA とかやって子供たちとかね、うん、見たりとかするんですけど、うん、あのやっぱケニア行ってケニアの子供たち見るのとまた全然違う、うんうん、あのやっぱこう何でも整えてもらってて何でも面倒見てもらってで自分が何かしなきゃっていうところってなかなか今持ってってないんじゃないかなと思って子供に、なんかそういった子供たちにやっぱ何かこう考えるきっかけとかそういった意味でもすごいやっぱり子供たちにあのこれからの自分っていうか自分をねなんか発見できる機会になっていく活動なんじゃないかなとかっていつも見させてもらってるんですけどね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですか。ね、あの、本当に、そうですね。うん。まあ、震災からね、うん、まあ、3年が本当に経ってですね。うんまあ、ずっとこう、子供たちを通して、ずっと関わられてきたわけですよね。うん、長野さんの目を通して、いろんな世界を、まあ、見てこられたわけなんですけれども、今、3年経った今の現状を見て、うんうんうん、その、今必要なこと、またこれから必要になってくるであろうこと、うん、その長野さんの目線から見て感じてることっていうのをお聞かせください。そうですね、その、まあ、子供たち中心に活動してきて、でも、まあ、必ず一番身近にはお母さんがいらっしゃってて、はいはい、でお母さんも、まあ、その状況
環境によってはすごくストレスを持っていて、でそれを子供は当然お母さんのストレスはもうすぐに伝わる、うんですよね、何かわかんなくても伝わってしまうから、うんうん、今年は向こうの向こうにも絆のメンバーが現地に行ってくれて、はい、うん、お母さんたちのママ会っていうかお茶会っていうか軽くお茶を飲むっていう、で我々は東京から行ってそれで話を、うん、まあそうそう簡単にコミュニケーションは時間かかると思うんですけど、うん、それをこうやっていこうかっていう話に今なってるんですよね、うん、その仮設の集会場っていうのはもう私たちの団体も貸してもらえるようになったんで、うん、定期的に1ヶ月に1回ぐらいそこにとにかくもう自由に集まってもらって、うん、今何か例えば困ってるとか困ってることを解決できるわけじゃないんだけど誰かにこう話したら話すだけでもなんかストレス発散っていうのを言われたことがね、あるんですよね。ありますよね。だからそういう形でいけばまた、うん、コミュニケーションが取れて、で、また今度は逆にうちのボランティアも気軽にじゃあ行きますっていう、うちが団体として行くのと、今回たまたまちょっと時間が空いたんで行ってきますっていう形での、現地のお母さんたちのコミュニケーションが、ね、うん、できるんじゃないかなっていうふうに思ってる。うん、やっぱり数多く会わないと、はい、ね、なかなかお互い信頼関係っていうか、うん、それが構築 ね、できないんで、うん、人間同士ですもんね。うんうん、あれですよね、全く、その震災前、うん、よしじゃあツイッターでやるぞっていう前は、うん、東北の方との、いやいや、もう全然親戚はもうご縁のない、うん、はい、ところでね、うん、仕事でも本当に2、3回ぐらいしか行ったことのない場所、うん、で感覚的にすごく遠いところだと思ってたんですよね、うん、だけど今は、はい、いやもう全然遠い感じが、車で前行くときって新幹線で行くと、まあ、新幹線行ったら、はい、向こうでレンタカー借りなきゃいけないんで、ちょっと大変になるんで、うん、楽なんだけど、はい、車で前行くんですけどね、うん、被害したこともありますしね。被害、うん、はい。だって福島、宮城、岩手、うん、はい、まあ岩手も一番南側ですけど、被害したことあります。はあ。3カ所回ってですか。いや、3カ所じゃない。はい、いや、1カ所だけね。はい、1カ所だけ回って。はい。はい、岩手だと10時間ぐらいかかりますか。いやいや、そんなかかん。かんない。まあ一番南になるんで。すごいですね。思いがあるから。遠い感覚が全然しなくって、うん。でも向こうに行くと、学校の先生が生徒に紹介するときに、はい、東京から来てくれたんですって言うんですよ。はい、そうすると生徒も、って、うんうん、びっくりするってくる、はい、その子供たちの前に先生が東京から来たんだって思ってくれてんだっていうか、遠い東京から来たっていう感じで紹介されるんですよ、ね。うん、こっちはそんな遠い感覚がもうやっぱもう全然なくなっちゃって、うん、もう気持ちは常に一緒にあるから、うん、うん、そうですか、やっぱり心理的な距離ってどんどんやっぱりこう、そうそうそう、距離感はねもう全然なんか近づいてくると思うんですよね、うん、あ、いただいてます。大人が夢を語る、大人が生き様背中を見せる、長野代表モロさん素敵です。七沢さんからメッセージ、中野さん、中野さん、はい、で、あ、レチバーさん、子どもたちの純粋な心で受け止める感謝信頼感を作れる環境きっかけ作りを私たち親や園も取り組んでいます、うん、まさに一緒にね、うんうん、ママカフェの試み素晴らしいと思います、うん、ね、なんかこうママたちからのエールが届いてます。お話聞いてると、はい、やっぱり3年経ってもまだそこをこうね、うん、こう一個ずつやっぱり積み上げないと、信頼関係を作っていかないと、やっぱり何か自分ができることない、あるんじゃないかなと思ってても、そこすらまだいける状況でないところも、やっぱあるんだなって。それはやっぱ日々、ま、新庄を含め、やっててもやっぱ同じなんですね。彼は彼で、やっぱりもう、
ほぼ3年べったり向こうに入ってますけど、うん、その中でもやっぱり地元の人たちの声をちゃんとこう汲み取れるようにしながら、やっぱ活動するってなかなかできることでもないですし、だからただやっぱり何もしなくていいかって、そうじゃなくて一個ずつ積み上げていく。それは1年とかでね、できることではなく2年、まあひょっとしたら5年かかっても10年かかってもそこにはいけないのかもしれない。でも、一個ずつその積み上げていく信頼関係、ああ、帰ってきてくれた、また来てくれたみたいな、そういった、そのか、やっぱ続けていかないとそこには到底いけないんだろうなと。で、やっぱそこがまで難しい、ね、人たちとかね、やっぱり、いて、やっぱりどうしても、途中でね、挫折していく団体の方もたくさんやっぱりいらっしゃったし、うん、やっぱりこう、信念持ってやっていくって本当、未来につながっていくんだなって本当に思いますけどね。いや、本当に。まだまだこれからっていうことですよね。そう考えると。子供たちは東京イコールディズニーランドだそうです。ああ、そうなんだ。だから、遠いね。うん、あ、長野さん、絆よさこ、よさこいについて教えてくださいって聞いてます。絆よさこいを作ったんです、はい、チームを。チームを作ったって、はい、来月初めて第1回打ち合わせ会議っていうか、はい、それは、絆東京でよさこいチームを作って、はい、で、まず来年の原宿よさこいに参加するために、はい、まあ練習して、で、その来年以降、その、東北の各地で、よさこいって、はい、発祥四国で、はい、北海道行って、日本全国にあるじゃないですか。東京にも原宿よさこいとか、仙台。もう今すごいですよね。ね、で、はい、その、東日本、東北の沿岸沿いのそれぞれの町も、はい、よさこいチームが、まあ、あって、はい、そこと合流してまた、その、コミュニケーションを取る一つのツールと言ったら変なんだけど、メニューとして、まあ、これに精通してる人がやっぱりいて、作ってよって言ったら、じゃあやりますって言って、作ったんです。これの Facebook も絆よさこいで。あ、あるんですか？あ、もうあるんです。え、本当に？で、第1回の、はい、その説明会は来月の10日かな、5月10日。5月10日。に、はい。開催するんで、はい、もしよければ。え、それも、絆よさこいのフェイスブックページに。ケース、はい、あります。絆よさこいで、フェイスブックページ。はい、皆さん。はい、絆よさこい。今すぐ、検索をお願いします。それも半分、はい。まあ、絆関係者の、なんていうかな、楽しみ。はい。と、半分、東北の人たちとのコミュニケーションツールっていう形で、作った。まあ、作ったっていうか、まだ、メンバー集まってないですけど、はい、来月集めて、はい、最終的には、まあ、今年ね、50人ぐらいの人たちが集まって、来年、原宿よさこいの前、原宿よさこいでデビューをするんで、はい、その時には100人ぐらい集まってくれれば、はい、僕がどうしても向こうに行くってことを考えるんで、はい、じゃあ行きますよって言った時に100人ぐらいいれば、まあ、2割、はい、20人ぐらいはじゃあ行きますみたいな形になるんじゃないかなって思ってて。はい、これ年齢制限とかはない？一切ないです。もうだから、はい、お母さんで自分の子供と一緒に参加してくれる子供チーム、うん、チャイルドチームというか、チルデンチームも作るんで、はいはい、子供から、大人まで。うわ、いいな、いいな、うん、ぜひ、ぜひ参加して。いいですかね、私。ちょっと五十肩なんですけど、はい、ちょっと、これを機に、ぜひ。そうですか。なんか、仙台のよさこいもあるんですね。そうです、そうです。ね、宮城支部の畑慶山さんが大活躍ですよね。ね、はい、書いてありますね。今日本中、世界中によさこいありますね。で、よさこいって、いいよさこい。いい世の中よ、こいっていうことなんですよね。あ、もともとそういうこと。なるほど。そうなんだ。だから全、もう全世界中でいい、うん、いい時代を、ね、うん、呼び寄せるっていう活動なんですね。よさこい。じゃあ私もちょっと、入らせていただこうかな。もうぜひ。はい。いいですよね。いや、だってよさこいすごい元気になりますよね。うん、あれ、うん、本当に。うん。あ、じゃあぜひ、うん、絆よさこいね、うん。それでまた、はい、その集まったメンバーが同じ気持ちで集まってるんで、はい、そこでまた、こう、ご縁で、はい。繋がってって、そうですよね。もらうのがもう一番嬉しいっていうか。うんうん、
ね、うん、さっきの、そのエクササイズもそうなんだけど、うん、やっぱりこう、本当にこう、一緒に体を動かしたりとか、うん、一緒に汗を流したり、一緒に声を出したりってすると、うん、本当にこう、短い時間でもこう心が通じるっていうか、うん、すごくこう密な時間を一緒に過ごせるので、うん、すごくいいと思います。うん、はい。なるほど。あ、そうです。ソーシャルツアーのね、うん、ことも、ソーシャルツアーも、こう、どん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 こう活動が進んでいるので、うん、ちょっとここでね、お話を挟ませていただいて、ね、じゃあ、モロさんに、告知をお願いできますか。キザさん。はい。絆プロジェクトさんも、はい、やっぱずっと継続してずっとやっていく中で、はい、いろんなやっぱツールを取り込みながら、はい、その、やっぱきっかけっていろんな角度であると思うんですよね。一つ一つじゃなくて、はい、そのきっかけをこう準備していって、そこに人が集まってくる。で、そこの人と人がやっぱつながっていく。そういう状況をどう作る、まあどう作っていけるか。それが何か困ったことがあれば、誰かを、声をかけられる人を作ったりとか、それが地域だけじゃなくても、やっぱ東北の人と東京の人、うん、他の地域の人たち、やっぱそういう、場所とかね、うん、そういったものをやっぱこうやって繋がりっていうのがどん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 やっぱ膨らんでいくっていう、そういう、活動でもあると思うんですよね。はい、だからその、まあ、ソーシャルツアーも、ずっとそういう視点で、まあ、新庄がいながら、うん、今までずっと活動をしてきてて、まあ、普段とはちょっと違うね。現地に行って何かをやるっていうよりも、なんか現地から発信して、どうやってみんなにこう知ってもらうのかとか、はい、そういった視点でこういろいろ考えて、今までこうやってきてると。あ、新庄さん今間に合いました。お、はい。間に合った、はい。はい。じゃあ、時間もすごい押しちゃってるんですね。そうです。じゃあ、ソーシャルツアーの方も、はい、まあ、長さのお話を引き継いで、ちょっとつながりのところで、今、ホットなっていうかトピックですね、最近やってくると。これ先週末に、はい、先週末に、東松島で小野くんの誕生会やりました。めんどくせえ、はい、めんどくせえ祭り。祭り。はい。めんどくせえ祭り2014というやつをやりました。まあ、きっかけはこの小野くんですよね。この小野くんが東松島から全国の里親さんのところに行って、いろんな人たちと一緒に生活をし、人と人をこう繋いできたと。で、お母さんたちが、やっぱりこの小野くんっていう通じてね、ご縁をいただいた、さっきのご縁の話になるんですけど、そのご縁を、こうリアルに感じる世界、場所っていうのをやっぱり作っていきたいと。で、今はその小野仮設っていう仮設住宅がある。だからいろんな人たちが知ってそこを訪れてくる。さっき場所を作ると。仮設の中で場所を作って人が集まれるところを作る、うん、それと一緒で今小野仮設ってそういう状態なんですね、うん、いろんなメディアの人いろんな外部からの人が来る場所が、うん、ただし私たちが、ね、お母さんたちがやっぱ危惧しているのは仮設住宅っていつかなくなってしまう、うん、でこの小野くんっていう生まれる場所も仮設住宅がなくなってそれぞれの方が家に、うん、家を持って離れていかれると、うん、結局外から来る場所がなくなってしまう、うん、なので、その、お祭りっていう形で残せないかと。うん、そしたら年に一回このお祭りの時に遊びに来てよと。で、全国各地からいろんな方がこう遊びに来て、で、交流をする。そういうきっかけを作っていこう、うん。で、場所を訪れてくれれば、そこのお店を回ったり、街を回ったり、いろんなことを紹介できる。そういうきっかけにつながるっていうことで、まあ、今年1回目でやられて、お母さんたちがやりたいなっていう話から、実は1500人ぐらい。方があちこちから来ていただいて、はい、まあ、ちょっと賑やかにできました。はい、ちょっと簡単に。で、こういうふうに、里親さんお帰りなさいっていう玄関に、このセンターを借りてやったんですけどね。はい。はい、じゃあ次行って、で、こういう受付でスタンプラリーのカードを配って、はい、各会場に、地域の名前を書いてあるんですよ。伸びる地区とかですね。今、東松島のこの地域を、はい、巡ってほしいみたいな、そういうイメージも含めて。はい。で、こういう登りもちょっと準備させて、ね、協力いただいてます。で、でっかい小野くんボタン、うん、まあ、今、あちこち、まあ、頑張って PR 大使として頑張ってくれてます。で、初めてダンスも踊ったりとか、ね。すごい！すごい、小野くん！っていう感じで。はい、すごいちょっと、プロのダンサーに混ざって踊ったり。すごいですね、はい、はい。じゃあちょっと時間がないんで。あ、そうですね。はい。はい、で、これは、お兄さんという方がずっと各地の、被災地の写真を撮られていた
のをこう展示するっていうこともやらせていただきました、はい、まあ、地元の方はねやっぱりフラッシュバックっていうのもあるかもしれないんで注意書きしながら、はい、そのやっぱりちょっと私覗いた時にやっぱお母さんがいやまだ見れないんだよねってやっぱおっしゃってたお母さんもやっぱりいらっしゃいます、はい、でこういう子供たちが遊べるようなワークショップのあのそういうこう射的やったりとか、ね、自分で作った射的とかですね、そういうやつをこうやって遊んだりとか、で次行ってもらうと、こう塗り絵をやってもらったんですよ。で小野くんってほらいっぱいいろんなパターンがあるじゃないですか、はい、なので自分の小野くんをちょっと再現してよと、うん、そしてどこから来たのっていうのを日本地図にペタペタ貼ってよっていうのね。そして日本中の沖縄とかの子もいたりとか、沖縄岡田里帰り、すごく嬉しかったですね、はい、はい、でこれがさっきのスタンプラリーの感じですね。わ、はい、なるほど。で、次行ってもらって、まあ、最後は抽選をやって、はい、で小野くんが当たるぞみたいな感じで、あの抽選を当てました、はい、でい、これがですね当日小野くんってその、あのいっぱい販売できるものではなくてこの日に、まあ、数限られてるんですけど、うん、まあ、新しく里親さんになってくれる人って募集の告知を会場でやった瞬間の写真ですね。みんながうわっと集まってきて、なんで、私、里親になりたいみたいな、争奪戦みたいな、バザーかっていうぐらいの盛り上がりがあったって聞いてます。すごい。はい。で、最後。はい。で、これ一番最後のエンディングの時に、あの、ハッピーバースデーの歌を歌ったりとかしてですね。で、皆さん、会場にいてくださった方と、自分が連れてきた子、小野くんと一緒に記念撮影を最後撮らせてもらった。まあ、これが今年の最初のイベント。あの、めんどくせえ祭りという形で実施することです、はい、これも最初にお母さんがなんかこういうことができたらいいねっていうその一言から始まってみんなが、まあ、一人じゃできないです。会場も借りないといけないしいろんな準備もしないといけない。そこにやっぱり思いが集まる。やっぱり夢語らないとダメだなっていうところにちょっとうまくつなげたつもりなんですけど、でもやっぱりそうやってやっぱりできる、やる、言えばできる、やってみるっていうことはすごくあの大切なんだなと、はい、そしてそれはどこにいても一緒。お母さんたちも別に すごい恵まれた環境にいらっしゃるわけじゃない、うん、でもその一言がここまでやっぱり作っていく、うん、来年はこれをやっぱりもっと大きい規模にしていきながらやっぱり東松島ならではのもの、はい、でやっぱりこれをきっかけに他の県外からもねたくさんの人が訪れてもらえるきっかけにつなげていけたらなと、はい、はい、と思ってます。であとは東京の方で、はい、そういったその県外からねいろんな人が来られた時にあの目的だけ終わってあそこを見て帰るだけではなくて、はい、じゃあ街ってどんなものがあるんだろう、うん、で美味しいものを食べるとかあるのかなみたいなことを調べるためには絶対マップが必要になってきて、そのためのホームページ作りを東京 あのボランティアの人皆さんと一緒にあの毎週集まってコツコツミーティングしたり作ったりとかしています。だからこちらも継続的にやってるのでもしご興味があれば、はい、ぜひあの立ち寄ってみてください、はいはいね、またソーシャルツアーの Facebook やホームページにね、はい、あの詳しくアップデートが載ってますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、もう一個あったっけ、あ高尾次町ブラ、はい、町ブラ、はい、いつもあのタンブラ持って写真を撮ったりとか小野くん持ってあちこちでやってます。おしゃれな写真ですね。でこれもさっきの一緒で、はい、その被災地じゃなくてもね、できることの一つとして、街、うん、ブラっていうプロジェクト、まあ、ムーブメントですよね、これは。うん、あの、いよいよ街ブラステーションの告知も始まりました。あの、例えば東京で、あの、人が集まる場所として、提供してもいいよっていうような、はい、そういう手を挙げてくれる方の場所を街ブラステーションとして、はい、人が、あの、小野くんであったりとか、そういう思いを一つ集め、うん、思いの集まりみたいな場所を全国に作っていきたいなと思っています。うんうん、で、町ブラを、高尾山でやりたいなと、今企画しているので、はい、また告知 しますんで、はい、ぜひ、東京近郊にいらっしゃる方は、ぜひ、参加をお願いします。はい。ですね。町ブラ。ありがとうございます。高尾山、ありがとうございました、はい。ソーシャルツアーのね、お知らせをしていただきました。毎月楽しみにしております。さてですね、すみません、新庄プロデューサーからですね、今日は何時まで予定ですかっていうね、ちょっとチェックが遠方から入りましてですね、ちょうど今1時もうね、終わらないといけないのね、もう本当に楽しい時間はあっという間で、本当に申し訳ございません。では、この番組、夢を語っていいですかということで、最後に、ゲストの方に夢を語っていただいております。そして、この番組で語っていただいた夢は必ず現実になると。なるほど。いうことですので、はい、では、お願いいたします。はい今、
東日本で被災した子どもたちの中から、はい、40年後、はい、まあ、私は生きてませんが、うん、日本のトップリーダーにが誕生してほしい、うん、40年後、はい、まあ、今の小学生中学生東日本を体験してその大人が日本のトップリーダーになった時に日本がいい方向に行ってる証になるんじゃないかと、うんうんうん、と思って、はい、トップリーダーで総理大臣です。総理大臣、総理大臣を、はい、だからそれが今必ず達成するって話だったんですが、はい、生きてないしね。生きてるんじゃん。それをあの見届けるって、見届けるってればね、うんうん、生きてるんじゃん。大丈夫です、全然大丈夫です。生きてますよ。全然平気。私イメージできますよ。長野さんがこう涙してるの、テレビを見ながら。ね。うおーってここまで来たって、うん、っていうイメージを私は今しました。本当。じゃあ面白い芸術になります。はい。ね、あの常にこうね、あのイメージはぐあの具体化するっていうね、うん、形になるって新庄プロデューサーが常に言ってますのでね。うんうん、はい、やっぱり、ね、やっぱ生きる力をやっぱりこう一生懸命こう伝えられる、いろんな、うん、まあ、長野さんだけじゃなく、うん、やっぱり今ボランティアとかでいろんな形で関わってる方が、うん、やっぱ思い強くしてやっぱり子どもたちと関わってる、うん、それがやっぱり生きる力になると思うんですよね、うん、希望になったり、うん、ああいう大人になりたいとか、うん、その大人の背中を見せるっていうか、そういうのを受けてやっぱ育った子どもたちに、うん、やっぱりすごくね頑張ってほしいなって本当に思います、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、もうそうですね、あの本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんか本当に未来希望の本当にあふれる素敵な時間を過ごさせていただきました。いかがでしたでしょうか。夢を語っていいですか。残念ながらお別れのお時間となりました。今日のゲスト長野秀樹さんでした。ありがとうございま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 す。ではまた来月このスタジオでお会いしたいと思います。さようなら。Studio.